画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。やばいですね、これ。ちょっと、どうかしちまうな。昨日の時点、やばくないですか、これ。はい、といった感じで、今回なんですけど、期間限定メンバー3名ですね。はい、3名追加されました。あ、ちょっとお前、前、たまんない、これは。それではまず、メンバー詳細から見ていきましょう。おい、騎士道貫くな。おい、めちゃめちゃ騎士道貫いてる。チョコレートペガサス。あ、スキル名はちゃんとダサい。はい、といった感じ。チョコ作りにも妥協なし、東雲明人くんですが、こちら特訓すると、はい、なんかファイヤーエンブレムに出てきそうなんだけど、いるよね。あの、スマッシュブラザーズにいるよね、こういうキャラ。お、スコアアップ、ちょっと明人。少ないんで、マジ助かる。しかも、前回もスコアアップ限定だもんな。この子のスコアアップ全部限定なの、やば。メイキングウィズ・チルドレン。秋山みずきちゃん、子供たちと遊んでる。判定依存のヘアスタイルチェンジ。といった感じになります。衣装見なきゃ。ノーブルパラディンか。なるほどね。もうそういう中二病を全部経験してきたんで、僕。はい、といった感じで、今回なんですけど、クリスタル66600悪魔の数字、揃えてきました。200連引けます。天井まで行けます。ですが、工場ガチャと違って確定枠というものがございませんので、どこまでか、アキトちょっとあの威風堂々踊らせるのやめて見たくなってくるじゃん。天井含め3枚引けたらいいのかなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。皆様の力分けてください。はい、おこ年男の運全部今日だけでいいから。はい、それでは納税からいきましょう。納税で僕補助に入れたことありません。ミク、ちょっと待って、こいつの眼差しやばい、本当に。それでは引いていきたいなと思います。10連目、発射。大丈夫、知ってる、大丈夫。ミク知ってる。30連以内に1枚出してくれたら、まずはね、まずそこからやらないとね。はい、それでは20連目いきましょう。よろしくお願いします。ダッバッバッ、こっちは気合い入れてんだ。あ、ミク、通じない。ミクに気持ちが通じない。しかしアキト君引けていますので大丈夫。30連ここで確率通りになります。よろしくお願いし、ねえ、そういうのよくない、そういうのよくない。ミクそういうのよくないんだ。深呼吸、深呼吸しましょう。はい、そういうのよくないですね。ランスを調整します。いきます。ですが僕は、なんですけど、ミク本当に、それでは6 深呼吸すれば、ミクさん、ミクさん、ミクさん、ちょっと良くないかもしんない。70、待って、もう星の出るまで僕は突き進む。星の出るまで僕突き進みますよ。はい、進みますよ。80進みます。星の出ていい。80だよ、80。ナウローディング長くて、ミクさん本当に80。よしテンション80で1枚はちょっときついって。1連目やばい、飽きてきて、マジボイス頼む。悪いが少しばかり手伝ってもらうぞ。あーてまずかなるほど、ありがとうございます。で、まずピックアップいけてるんで、あ、ものすごくありがとうございます。よし、まず天馬司くん引かせていただきました。トラブルミーティングチョコレートペガサス、ありがとうございます。天井でアキトって感じ。みずきちゃん、でもボイス聞きたいんですよ。ボイス聞きたいんで、アキトを引いてみずきちゃんを交換っていう流れにしたい。またピックアップがね、今本当によく出てきてくれた。ピックアップ、よしすり抜けないで、本当に。すり抜け 1.8%、 ピックアップ 1.2% なんで、すり抜ける方が確率的には多いんですけど、でも1,2,3,4連目きた。僕といえば4連目、いつも何かしら起こっています。どうも、画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、僕って今日挨拶したっけ、ちょっと分かんない。2連目、3連目からの、チョコの作り方を教えてあげよう。おお終わったんだけど、200連でピックアップ3枚、そのことは確定いたしましたやってやったわ、こういうことっすね。はい、もう今まですり抜けて、工場ガチャ、カラフェス全部すり抜けてきましたよ。僕すり抜けてきたけど、期間限定ガチャでピックアップを完璧に使いこなす23歳年男です。はい、友人のためのチョコレート、秋山みずきちゃん。さあ、この流れ切らずに、
100連でもピックアップ揃ってもいいんですよ、ミク。あー、なるほど。そう、甘くはない。甘くはないと。甘くはない。チョコレートのようにね、甘くはない。滑ったよね、滑ったけど。いきます。ピックアップ。アキト引いたら、ストップです。ストップです。アキト引いたらストップします。2連目待って、まだ110連目。110連で、ピック3枚揃ったら、もう僕は。自分自身に目を向けてみたわ。アキト？アキト、僕、アキトに目向けてるんだけどね。あ、アキトに向けてる。自分に向けてないってこと。メイコ姉さん、ありがとうございます。まあまあまあ、確率的には全然すり抜ける可能性の方が高いので、ここは。ウィニングランなんですかね。今もう200連まで、ウィニングランでは、え？アキト引いていいって。アキト、あ、待て、じらさなくていいですよ、アキト。あの時、前半80連が嘘のような。8連目。2、3、4、星さん一度挟みます。なんだか不思議な音だね。小羽ちゃん、ありがとうございます。からの星2が1枚切って。さあ、トウヤくん。からのアキトボイス。悪いが、少しばかり手伝ってもらうか。ない！ない！ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。左の子は、左の子はミク。左の子が来てない。やはり私のガチャ動画は、息が切れますね。はあ、左の子が来ていませんが。引きました。天松かさん2枚目ありがとうございます。そして、130連目行きましょう。あー、なるほど。そして、140。やっぱり天井連れて行かれない！行かれない可能性もありますよ。いやー、本当に欲しい。はあ、助かる！助かる！じゃああんな前半じらさないで欲しいんだけどね。1、2、3連目、星さん3枚。雫のためにできる。ありがとうございます。報酬のはるかちゃん。からの3連目。アキトボイス。チョコの作り方を教えてあげよう。なんで？なんでよ。なんでよ。なんで？アキト。アキ、え、どこにいる？そんなピックアップ4枚引いてアキトなしか。なるほど。150連目。ミクさん、準決勝ありがたいんですよ。ありがたいですけど、アキトのボイスも僕は聞きたい。はい、あ、見えた。1枚。2連引き2枚引き。はい、1、2、4連目と6連目。2、さ、さあ、アキトボイス、ほて。バラエティで鍛えた脚力を、バラエティで鍛えた脚力、今こそなんですよね。うん、そうなんですよね。バラエティ番組だったっけ。はい。ありがとうございます。からの星に1枚挟み、ほしょ、ほしょ、で、アキトボイス来て。あ、違いました。はい、ボイス、アキト、来て。悪いが、ねえ、ばかり手伝ってもらうぞ。なるほど。あ、ピックアップの確率すごい。ピックアップの確率、アキト、ピックアップの確率すごいんですよね。クリスタルもうなくなってきた。160連。ちょっと、ボイスは聞きたいって、天井、します。わかりました。ミクさん、天井行きます、僕。天井行くんで、ボイスだけ聞かせてもらっていいですか？ボイス、ちょっとボイス聞けないの。辛いんだから、もう、ボイス聞けないの、本当に辛いの。本当に辛いんですよ、これ。あー、マジ？マジ？え、ボイス？ちょっと。180。ナウローディング。あ、180ですね。いやー、待って、マジで。あと20連で引かないと。いや、テントで引けはするんだけど、投薬いっぱい引いてる。4枚。4枚。めっちゃ引いとるよ。190。ナウローディング。なんでそんな長い？さあ、テント行くやん。行くからさ。ボイス。ルイ君の笑み。ルイ君の笑み。ようこそ天井へみたいな意味。それでは皆様、長らくお待たせいたしました。200連目になります。はい。長かったんですが、200連ボイス聞けずにここまで来てしまいました。はい。物欲センサーってそんなやばいのかな？ボイス聞け。ない！マジでボイス聞けないの？マジでボイス聞けないか。ですが、はい。篠宮明人くん、こう、ボイス聞け、なんて言うんだろう、これ。ガチャシール券と併用し、交換いたしました。秋田くん、獲得いたしました。ありがとうございます。はい。疲れた。早い、13分だったわ、今。ガチャ更新されて13分の死闘でした。まずは天松かさくん。はい、チョコレートペガサス見せやってください。かっこいい。次のショーは大成功、間違いなしだ。なんや、これ。こんなかっこいい騎士様がチョコレートペガサスはダサいな。それでは、水木ちゃんも特訓していきましょう。さあ、どのようなイラストになるのかと言いますと、こういった、かっこいいんだ。いい感じだよ。なんでこんなかっこいい？いやー、なんか、女騎士って感じで、
ああ、かそそります。これは早い。かっこいいです。さあ、それでは、人の前とか、あ、やばい。なんですか、あんたのその。理想に近づいてきたな。あんたのセンター分けやばいんですけど。やべえ。猿になっちゃうの。やば。え、あんた、そんな従えてんの後ろに。やばいでしょ、この部下の数。こんな従えてんの、キングダムでしか見たことないよ。顔面よ。はい、といった感じで。ガチャの時も息切れしてたけど、特訓でも息切れしてる。すごいね、これ、ほんとに。もっと練習しないとな。はい、それではまっさらく、ご突入する予定ではあるんですが、二突入、まずさせていただきました。ヘアスタイルの方、チェンジさせていただきます。見てくださいよ、これ。やべ。はい、といった感じで、本日もお付き合いありがとうございました。ぜひ皆様のガチャ結果、コメント欄に書いてくださると幸いです。今回もしっかり6万円の、6万円の篠野明君でした。物欲センサー怖っ。